皆さんこんにちは、魔法能力セラピストの純子です。なんかこの映像久しぶりかもしれません。今日は、まあね、この YouTube の動画の下にも質問受け付けていますっていう風にあって、すべて読ませていただいております。そしてリクエストもありがとうございます。なかなかねリクエストいただいて、うわこの曲いい、すごく素敵っていうものばかりなんですけど、全然追いついていないっていう現状があります。今日はその質問の一つなんで、ちょっと質問を読みますね。今これ恋愛の相談ではあるんですけれども、付き合っている彼氏がいますと。それでその彼氏とは別に順調でね、その方の不安は何かっていうと、自分のその友達が、彼氏と別れたっていう話を聞いた瞬間に、あれこれって私の彼氏とこの子会うかもしれないってなんかつい思ってしまったらしいんです。でこの彼氏とその自分のね彼氏とその女友達の子は接点は全くないんだけど、もしかしたらこの先つながった時にこの2人はお似合いでくっついちゃうかもしれないから本当に不安で眠れないっていうご相談だったんですね。なんて可愛いんだろうって思ったんですけど、これなんですけど、別に接点が今あるないではなくて、大事なことは今それが起こってるんですかっていうことでもあるんですよね。でその方に聞いた時に、今起こってないことです、だけどとっても不安だしそんな勘が働いちゃったんですって言って、いろいろね、私彼と別れなくちゃいけないとか、その友達と彼氏が仲良くなってる映像ばっかりが出てきているっていうことだったんですね。でじゃあこういうことって皆さんありませんか？なんか先の不安を今起きてることじゃなくて、なんかこうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、私さやだそんなのなりたくないっていう風になりがちじゃないですか。私もともともうそれ大得意の人っていうか、人間はみんなこれ大得意なんですね。あこうなったらどうしよう、こうなったらこうなったらこうなったら、もう最悪もうやだって言ってずっと不安の中にいるみたいな。でも実はそれが心の癖とかだとそこにいるのが安心だったりとかしてね、不安なままが実は安心っていう、だから平穏になった時に不安になる要素を探したりとかね、これ無意識なんだけど、その無意識がまたキーポイントになってきます。でその方のお話を聞いててね、じゃあ何がこの後に起きてくるかっていうと、私たちはその無意識でこの子が別れたら、例えばその恋愛相談の場合だったら彼氏と自分が第一好きな彼氏とその自分の友達がなんかお似合いかもって思ったら、もう私はなんか彼とも離れなきゃいけないのかもとか、別れるのかも、友達が彼と付き合うのかもっていう風になって不安だから、今ないこと、今あることではないっていうことがまず第一と、例えばそのずっとずっとその不安を繰り返し繰り返していくと、それが何が起こるかっていうと、宇宙っていうか、自分自身というか自分の延長、宇宙意識は自分自身の延長ではあるんだけど、自分自身の願いが彼氏と彼女がその付き合うことが自分なんか願い事になって、そこに無意識にこうエネルギーがかけられていって、そこの実現をするしようとすることを自分自身がやっていくっていうことが起きてきます。わかりますかね。例えばこういう風になったら嫌だなってことってものすごく考えやすくないですか。なんかね、例えばお金がなくなったらどうしよう、なんかご飯も買えなくって、しかもなんか電車賃も乗れなくって、なんかそのままこう電話も止められて、ああもうなんか何もできなくなって私死んじゃうっていう風になる前に、例えばねちょっと頑張ってアルバイトしてみたりとか、隣のご近所さんにご飯を食べさせてもらったりとか、あとねたまには親のところに行って
あとお世話になった方のところに行って、実はこうなんだって言ってご飯を食べさせてもらったりとかっていう、いくらでもね、なんかこうできることってあるとは思うんですけれども、でも私たちってどうなりたくないかっていうことが具体的鮮明、じゃあどうなりたいかっていうのがなんかその具体的鮮明に思い描けないんですね。なのでここで見ると分かるように、どっちが具体的で鮮明なのか、そしてより多くのエネルギー、だからどうなりたくないかが例えばこんな大きかった、じゃあどうなりたいかがこんなくらいだったって言ったら、この差って明らかにこっちが大きいですよね。だからこっちが叶っていくよっていうことだし、例えばそれが宇宙意識とか宇宙さんだったら、例えば神様だったら、よし、じゃあこっちが願いなんだねって言って、こっちを叶えてあげたくなってるんです、叶えてあげようと思うんですよ。なので私たちが気をつけなくちゃいけないのは、どうなりたくないかが出てきたら、逆にあるここの陰陽の法則でもありますけれども、どうなりたいのかっていうのをもう具体的鮮明に増やしていくこと、意図的にですね、これ最初はね、していくことが大事です。で、その恋愛の相談の方には、別に今起こってることじゃないから、まず不安になったら、いやいやそれ違う違うって消すこと、そしてそれ何が起こったかっていうと、まあ彼とのね平穏であるからこそ、だけれども最近会えてないっていうことがあったので、なんか本当に自分自身がその彼氏のこと好きなのかなっていうところに陥ってたんですね。だけれどもその子のお友達がなんか彼氏と別れたんだって言われた瞬間に、その勘で、勘なんですよ、勘っていうか、その人が、あ、友達と私の彼氏合いそうっていう風に思っちゃった、イコールそれくらい自分の彼氏が好きなんだっていうことに気づけたっていうことだったんですね。なのでその方にはずっとね、こうなったらどうしよう、この二人が付き合ったらどうしようっていうことをずっと思い続けてったら、そういう風になってしまうし、そういう風になるように自分から無意識の行動してしまうから、じゃあどうなりたいかだけを考えてねっていうことで、その方もすっきりされました。こういうことって皆さんありませんか？ちょっと振り返ってこう見てみてください。今日はこんな形でご相談ありがとうございました。また何かあれば教えてください。ありがとうございます。